と清和源氏の系図を作ってきました。清和源氏、こういうふうに河内源氏があって、大きいけどこの頼信の子孫、これ全体が河内源氏になりますね。こっちに摂津源氏、一番流行らなかった大和源氏と。これはあの清和源氏、ポイントはやっぱり我々は一番有名なのはやっぱり源の頼朝が出た、河内源氏であって、まあ足利氏とか武田氏とか有名なあたり、結局まあどっちで残った有名なあたりで、まあおおむね河内源氏の、流れなんであれなんですけども、まあ実際にはこの摂津源氏にも結構、例えば保元の乱の段階では、義朝や民吉が5位止まれたのに対して、ここにいる光康とかこの頼政というのは実は C のくらいであって、義朝や民吉も格上におったわけであって、河内源氏はこの辺が力を持っておったので、あのここもこう、なんなくあれなんですが、まあ実際にいわゆる棟梁というか、そういう源氏の嫡流というようなものは実は存在せず、群雄割拠的な存在であったということが、まあ指摘されています。大雑把にこの清和源氏さん、こうやるなんですも、これは前回やりましたよね。常本王が天行の乱で活躍する、三中が忠野将に勢力を腐食し、三中の暗躍と藤原氏の接近、それからこの頼義の代に、関東の方への進出。だからまあ基本的には源氏さん、もともとは河内の摂津、あるいは河内の方に勢力を腐食していると。まあ、頼親が、あの豊の、頼信が河内の国の石川、頼光がただというふうになって決まってきます。この後、桓武平氏といくつか決定できますけども、鎮守府将軍が誰がなっているのかということについて、一応、まあ印をつけてあります。清和源氏に関して言ったら、この頼信、頼義、義家の3代、にわたって鎮守府将軍になって、になってるのが、確認できると。で、この点点点点点点っていうのは、いわゆる一次資料でいつからいつまでっていうのがわからない。系譜類とかには鎮守府将軍というふうに書いてあるが、当時の同時代史的には、確認できないものを点点点点点でくくってあります。そんなことも可能性としては、こんだけもう代々こういうふうに鎮守府将軍をほぼ世襲していると。鎮守府将軍を、まあ独占的ではなくて、鎮守府将軍は任期があって、その間にいっぱい人が出てくるんですけども、世襲、親からこうや、親からこうやってこう世襲している、そういう存在ではあるなと、いうことがわかります。あと、桓武平氏と、それから魚成藤原氏について見てありますが、あと桓武平氏に関しては、こっちで見る限りでは、あれですよね。もともと高持王が上総介として赴任して以降、関東の方に勢力を腐食しています。で、やっぱり鎮守府将軍はこういった家々がなってますが、清和源氏が後の方になってから、でまあ、初期の頃の鎮守府将軍をだいぶこう、出ると。それからもう一つ言われているのは、これとこれとは同一人物じゃないかという意見もあります。伊勢平氏というのはこの家ですね。これが伊勢平氏、いわゆる平家につながってきます。あとは大体関東に固まっています。それから、この高宗王の、子孫はいわゆる道上平氏。平反旗を書いた平の信則、あるいは平家にあらずの場所にあらずといった、平の時忠はこの高宗王の子孫です。魚成藤原氏についても見ていきますと、魚成藤原氏、理屈上は房崎の北家、藤原房崎の子孫で、長手、魚名、又手というふうに、この三人兄弟のうち、まあ、長手が、奈良末期の聖徳天皇を支えた右大臣で、その後、魚名が継ぎます。魚名は結局、四季家との争いに敗れたか、桓武天皇の頃に、没落していくと。で、没落していったうちのこことここの二流がこれとこれが部門化していくわけですね。ただ斎藤利秀と、理人将軍と言われた斎藤利秀とは一応鎮守府将軍への就任は見られるし、あるいは今昔物語とかでは出てきて、後に芥川龍之介の芋がゆの根津にもやってますが、まあ実際この子孫からはいわゆる棟梁クラスは出ておらず、斎藤氏ぐらいしか出ていないと。むしろ、こちらの方がさまざまな人が出ていると、
秀里呂布氏の方は、このように陳情将軍を、歴任して奥州藤原氏あるいは小山氏などなども、実は数え切れないほどこれあのなどと言っていっぱいあります。で実は道場貴族の方もおりまして、この家系は藤原亡世美福門院などで出してます。あの四条流と言われるあの四条家が嫡流です。この辺の、まあ、軍事貴族という言葉で連想されるのはこういった人々、魚名流藤原氏、それから桓武平氏、それからいわゆる河内源氏、この辺りが、まあ、いわゆる、軍事貴族というふうに言われてきた人々であって、それでは北条氏とか軍事貴族とはちょっとあの、まあ、彼らの場合は、うん、難しいですね。清和源氏のところなんですけど、陳寿府将軍、これ当時の軍事貴族の有名どころはほとんどこれになってるんですね。そうですね、やっぱりあの見てるとあの結局この軍事貴族と呼ばれるこの、清和源氏、それからあの魚名流藤原氏、それから桓武平氏ってみんなやっぱり陳寿府将軍になってますよね、うん、忠盛と常本と秀里か藤原の、うん、3人ともちゃんと陳寿府将軍になってるんですね、時代が違って。ね、うん、あ、そうか、でも この陳寿府将軍に ならなあかんのかと、軍事貴族で大きい顔しようと思ったら、うん、やっぱりそれあるな。うん、で、清和源氏で結構分裂していって。結局、ここが軍事、あの、大々的にこう3つ続くの大きいかな。この摂源氏は、都の大内守護を担当する。いわゆる天皇家の、だからそういう意味ではランクは高いんやけども、軍事貴族としてあのやるには若干不利な条件にあったのと、まあこの秋国さんとか、この辺がまあ若干あの味噌つけて、特にここ以降はこの、本来嫡流はここらしいんですけど、忠正とか忠源氏。ここはちょっと没落していって、結局この辺がまあ元気な感じになっていく。あと利権取れないんですね、うん、この辺はちょっと利権取りにくいですね、摂津源氏は。だから頼政が伊豆の国主になったとか、そこら辺は利権なんだろうけど、うん、その中で頼朝は生きてく後には。でこちらはなんかあの仲間打ち争いでダーッといっぱいいっぱい仲間打ち争いを起こして、うん、急速に崩壊していくし、またあのあれですね、運の悪いこの大和源氏なんかは、この頼房とそれから頼春が比叡山相手に味噌つけて没落しちゃってるし、こいつが確かあの比叡山にあの矢を入りますね、うん、面白いですね。あとまあ将来的にはおそらく議論出てくるんだけど、この忠源氏の支配する権益、支配領域を誰が引き継いでいくかっていうのも面白いですね。忠の将って結局頼朝が取ったらどうなったな、あれ。忠院にその後ずっと根拠、後に根拠を置くのは安藤連勝ですね。ああ、はいはいはい。面白いですね。で、摂津忠の院が西大寺の摂津の国の第2位の末寺ですね。で安藤連勝は北条兼時、摂河内二国守護名代の時の摂守護代ですね。なんかね、構造が受け継がれてる感じあるんですよ。ある、まあ、まあそれはまたどっかで議論しましょう。はい。桓武平氏のがありましたね、系図が。はい、平の正門の系統そこで切れてるんですけど、正門ってやたら人気あったんですね、やられてしまった後も。ありますね、あれ。何回やってやったのかな、あの、その正門をやっつけた連中は、関東では人気がなく、伸びないんや、あえて。こうやって伸びます。一概には言えないと思うんやけども、この辺がおるから。鎌倉は権五郎なんて強いよね。うん。一応。一応この辺が正門と戦った連中やから。それはあの千葉市、うん、
それは強いし、秩父だってものすごい強いわけでしょ。うん、実際には関東で皆さん力を持ってありますね。うん、それはあの関東は停止、まあまあ、あの正門は江戸に行くとパワーの すごさっていうの今でも続いてるよね、うん、あの大手町の首塚、それから正門を祀っているのが神田明神ですからね、うん、そうそう、貞盛とかね、うん、秀里とかね、正門を倒した人たち、うん、その後、うん、なんで関東でスーパーパワーになれないかと、関東全部まとめて、うん、それはもう正門をやっつけたというマイナスイメージがあってね。そうだっけかな、本当かなとは思うんですよね。多分江戸時代が多分正門がそうやって上がってくるのもちょっと後で、あの貞盛さんの子孫の、まあ、直方さんも結局この忠常がやらなかったら、ね、多分あの鎌倉を制したし、まあこれは結局あの吉江に、あの頼義に行っちゃったというのが、うん、頼義、吉江にまあ行っちゃって吉江に引き継がれてるっていうのがまああるけども、まあ、一応この辺のことを考えたら、この辺にもあの一応まあ、あの武士団もあるから、基本的には直方さんがこの忠常の乱で下手を打って、あの最終的にこのように急所に入ったのは大きいかなと思いますけどね。忠常の乱は大きいですよね。うん、非常に大きいですね。この忠常の乱で、あのこいつが出てくるわけですからね。そうですね。元の頼朝がこの忠常の乱で。だから天人化が始まっちゃうわけですね。うん。で、この忠常の乱で下手を打った直方が結局義江、あの頼義に吸収されることによって、バンド始めるか。まだ吸収合併で。吸収合併されますね。もともと、あの、まあ一部の研究者では、平氏と源氏では全然出世の格が違うと。やっぱり源氏の上。上っていう説は出てますよね。うん。まあ、都から離れて遠いですからね。うん。あの、義江、だからまあ、直方からすりゃ、九州合併というか、まあ、あの大企業に。大企業に、そうです。大企業に、あの巨大企業に、あのメガバンクに吸収される地銀みたいな。それがぴったりだと思う。あの太陽光三井銀行みたいなもんで。で、あのここら辺はもう、あの地銀というか、あの、秩父とか千葉とかは新金ですね。うん。その中でこの伊勢平氏、はい、だけがもう関東から移転したわけです。まあこの辺、あのこれも関東じゃないんですよ、地盤は。元は関東にいたけど出ていったんですか。出ていったんじゃないですかね、この貞盛さんの後やから。いつこの辺聞いたらちょっとあんまりよく分かってないんですよ。この系図、この一応正平の確かあの息子が正盛なんですけども、あのこの系図も実はあの高橋正明になるとちょっとわかんないところあると。このコレヒラから、うん、のりマサヒラにこの辺りですか。そうそう、ちょっとあの微妙に、微妙なところもあって、一応コレヒラ、マサノリ、マサヒラ、マサモリというふうにはなってるけども、尊卑文脈では意外と伊勢平氏もかなりあの下からこう上があの下かなり落ちた後上がってきてるという感じで。結局この伊勢平氏、関東から、はい、まあ、出ていったのか、もともと関東の外にいたのか、この系統が天下取るんですよね。最終的に。政盛からすりゃ、あとで言いますが、義親様様ですよね。うん。義親様様。あ、この人が反乱みたいなことしてくれたから。そうそうそう。この辺はかなり古い方ですね。うん、その、藤原氏の、ビュークマインってのは、そのウオーナーの、ウオーナーの子孫なんですよ。風景に出てくるんですね。いや、今回はでも、あの、改めて言って、あ、そうなんやと。あの、ウオーナー流ってのは結構ね、女子が あちこちで活躍してますね。意外と活躍してるんですよね。うん。道場ウオーナー流。で、このウオーナーさんとこでな、この、マタテさんとこが平安になってぐーっと伸びていくのに対して急激に落ち込むんですね。桓武天皇の時に失脚しちゃうんで。桓武の天皇の時になんか失敗したんですか、大野さんか、この辺りが。失敗したつうか、落とし入れられたつうか。まあ、あれでしょ、あの、確か780、
2年あたりに確か失脚してるはずなんで、四季家の方がこの段階では勢力を上げていくんで、また手も出世遅れますよね。遅れますね。四季家ですね。この冬継ぐまではなかなかちょっと苦戦する感じですよね。ホッケー全体がその不調やったんですか。この冬継ぐまではちょっと皆さん苦労しております。長手はまあ別にして、長手が死んじゃった後、手が死んだ後、湿気がこう湿気がのしてきて、魚穴が落とされてからこの辺ちょっと苦労した。じゃあこの冬継ぐのとこで多賀天皇と組んで、そうそう、これでね、チャンス掴んで、のし上がって、桃川広継ぐか、湿気は。ああ、そうそう。で、この場合、種継ぐ、クスコですね。それで、クスコですね。クスコのところでの、まあ、クーデターですね。種継ぐ、暗殺。そして、中成でしたっけ。そうそう、中成です。誰だか忘れてた。そう、中成。種継ぐが暗殺されて、中成がまだ、三義かなんかで、の時ですよね。だから種継ぐの暗殺である意味勢力関係変わるわけですよね。面白いですね。魚の利用も結構影響力ありますよね。結構ありますよね。まあこの辺りは魚を寝るってものすごく冬の時代で、もうちょっと集まってきたらやっぱり秋末あたりがそうですね、金の近親になって、この助田のひ孫ぐらいかな、この辺ものすごく古いから、この世話芸人とかで言うとびっくりするように前側になるから、すごいね。で、秀里の下の人たちも一応陳中将軍なんかはやってるんですね。ここまでやってます。この後姿は消えるんですよ、陳中将軍。多分この後、桓武平氏に一旦移って、その後世話芸人に移って、で平安時代末に陳中将軍が亡くなって、次に復活するのが南北朝時代の足利尊氏、北脇顕家。最初は尊氏で、その後は顕家がなって、で、多分それ以降は多分スパッと消えちゃうはずですね。事実上平安時代の後半には、確か最後の乗り末という人物だった。初と大工事関係やったかな。藤原乗り末ってやつが確か最後です。で、この藤原の秀里の系統というのは、奥州藤原氏では出てきますけど、清和源氏とか桓武平氏みたいなその 大軍団を率いてという。いや、まあ、小山氏とか、北関東の方にものすごい力を持ってますね、彼らは。そうですね。下野の国とかも、下野、例えば足利、藤原氏、足利氏とか、小山、それから結城、宇都宮など、この辺りの方にものすごく、北関東に強い勢力がありますが。今の餃子の好きな北関東ヤンキー地区ですね。あ、そうですね。ただ、都から離れて、例えば、清和源氏みたいに、都周辺に影響力を持ってるわけじゃないから、その辺はやっぱり、中央との関係は深まらないんで、いわゆる軍事貴族として体制するという感じではない。でも、李仁隆藤原氏に比べると、やっぱり、小山氏のような大豪族を出してるってのありますね。京都の近くにいないから、保元の乱とか平治の乱の時に、軍事力としてはあんまり活躍できない。で、中央のそういう政界にはやってもないから、中央での官職は伸びないですね。源氏みたいなあちこち、こう、ずり落ちてぐるぐる回るような感じではないです。明らかに格は落ちてますね。結局、ずり落ちてぐるぐる回れるのって、最初は、清和源氏ぐらいのかな、あれ。それでは清和源氏はやっぱり格はやっぱ圧倒的上ですよね。軍事貴族としてはやっぱり兵士と違いますね。違いますね、まあ、兵士そういうタイプじゃないですね。関東州のチョロチョロってやって上がりって感じでて、やっぱり清和源氏はこう諸国、伊予とかブルブル回って、最後伊予まで行くという、っていうことはもう三義目前ですね。面白いとこですね。やっぱり別格なんですね、清和源氏は。
別格なのと、それから、あの、頼義さんのところでちょっと面白いのは、やっぱりあれなんですよね。いつも面白いな、思ってるのは、あの、頼清よりも5年遅れでいろいろな、6つの会、8年遅れというふうに、うん、実は、あの、頼義さんの場合、出世に関して言うと、この頼清に遅れを取り続けるんですよね。うん、なるほど。この頼義と頼清って、こっちが兄貴で、こっちが弟なんやけども、あの出世争いはもう常にあのこちらなんですよ。うん。陸奥の神も8年早いし、うん。相模の神も5年早いし。うん。彼の場合、どっちか言ったら、軍事貴族、軍事のあれよりは、頼義みたいにあの大武士のつけてなくて、あの白河院のクロードとして の, あの行政官僚的な側面が強くなるんですね。近親系か。近親系になるはずのところが、この辺がチョンボやって結局没落しちゃったんやけども、うん、この辺がなんかチョンボしなければなんか多分戦争負けられたんじゃない。このコレキオってやつがなんか白河院を呪詛したっつうんで、あの、うん、まっさりやられて、で結局この子孫はあの信濃の国の村上氏に、うん、村上源氏、あの村上氏になるんやけども、そういう意味ではこの辺がバッサリ切られなかったらなんかちょっとまだ違ったんかなという、うん、本当ですね。頼清っていう人は本当に日の当たるところにずっといたんですね。そうなんですよね。中塚佐醤油、秋の神、肥後の神、陸奥の神って。そうそう、なかなかええところ行ってるんですよね。頼通家の侍どころ別当、うわぁ。頼義に比べてはるかに日の当てるところ走ってる。走ってますね。はぁ、知らなかった。逆にそこが没落しなかったら、あの河内源氏分裂の危機ですよね。そうですよね。知りませんでした。頼朝とかが出てこなかった。あ、まあただ、うん、この辺もここでもあのどんどこ見てるからあんまり関係ないから、この辺どんどこ見てるから、うん、どちらにせよどちらにしろこいつだけで、どん底はこの辺もどん底だからまあいいんか。まあそうか、どん底だらけやから、まあ、すねに難しいところですよね。うん、だから逆に言ったら、あのここがあのそういうことでチョンボしなかったら、むしろ、清和源氏の着陸はこっちだったかもしれないと。うん、ただ、彼らに幕府が作れたかどうかはまた別問題で、多分作れなかった。あの、クロード系のそういう、火の当たる系すぎて、うん、逆にこういう、吉江みたいな、あの、ヤンキー系を取り込んでいない、あたりがポイントかなとか。うん、